はいどうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。12日目現象ゲット。はい、参加使った無課金攻略、今回はね、あもう受け取っちゃったな。またお祭りコインね回していきましょう。いやー正直ご褒美のまあ2倍とかまた来てくんねえかなと思ってたけど来なかったな。明日はラストチャンスだと思うのでもう来ねえかな。ラストチャンスじゃないかな、まだちょっとわかんないけどね。まあラストチャンスっぽいよね、3日だもんね。はい行きましょう。まあ太陽の2倍がなければあれかな、1日4500は稼げそうだね。うん、たまにね戻っちゃいましたになるんで、ちょっとガールコインもね2枚ずつ回しましょう。一応なんだっけ、2900万ダウンロードね。はい、これが最終配布ですね。で一応中身もね軽く見てからいきましょうか。いやーこれは見やすいよね。2900万、ちょ私 Z しか出てないんだよね。今回こそ ZZ 出したいな。そしてガールズコイン、これはね G は ZZ しか来てないんだけど、あーん Z しか来てないんだけど、ホロライブコインじゃなくてガールコインね。これは最高 SSS でね、結構しかも SSS 来るんで、まあ極妖怪とかねクリスタル妖怪とか来てくれるといいなっていうのと、意外に持ってない妖怪多いんでね、私はこれを機に、あこれ女の子妖怪なのかな一応。あそうだよね、ガールコインだもんね。何言ってんだって感じだけどな。はい行きましょう。まあ今一気に回せんのもいいよね。残念。ういや。あれ？あ、そっか。下の方まで見なかったけど S ランクあるんだ。なんだ。でもね、SSS 来たんだよね。何回も。さあ行きましょう。まあ、微妙に運も落ちたでしょう。いや、今まで3枚。ああ。あ、こいつ前来たな。あこのアカウント初か。これはニャーサー妖怪ですね。あこのアカウントは3赤 Z でしたね。ただ意外や意外、そう持ってないのがね結構来てるんで、そう前回このボーイだったのかな。はい、あこれはニャンボだなきっと。はい、こんな感じで、まあ持ってない妖怪もまあまあ来るって感じですかね。はい、じゃあ、2番目のアカウントいきましょう。また Z か。うん、で、あとごめん、ちなみに今日木曜日か。あ、水曜日か。水曜日なんで、金曜日までにね、次のイベント情報ね、来るんじゃないかなって感じですかね。土曜日で終わりか、今回はね。で、一応これメインアカウントは、ちょっと今、止まっちゃってるけど、特攻がまだねなくて、なんか遅えな、ネットが遅いのか端末が遅いのか。一応ね77のままですね。漢方は CM で1個来たって感じかな。はい、だから6個ですね今のとこね、実質ね。はい、じゃあ2番目いきます。もっと欲しいな、6個でいけんのかしら ?8、9、10。はい。これ2番目のアカウントで、これをね、7まで終わってますね。漢方なしで。で、漢方3は5個。このアカウントの方が1個多いね。このアカウントはね、熱気の間で1個ドロップしました。でも本当に何回もやってるけど、熱気の間で落ちたのこれだけだな。とにかく落ちない。漢方が落ちないよ。 CM1 回
か熱気の前1回って感じ。さあガールコイン、まあそれ正直秘伝書とかの方がいいんだよな。あら S ランクこの前運が良かったんだな。さあ行きましょう。ホロライブコイン G じゃなくて何でしたっけ、これだ。お、なんか止まり具合良かったんじゃない。おお中央だ、持ってない。あー持ってんだ中央、いいね。中央 Z ランクだったんだ、やばいな。今んとこお祭りコイン8枚回して全部 Z だね。まあ駒見、これは多分この前の女の子ガシャだな。これこの前だったかな。あとねこの子来たよね、なんだっけドルルね、ガールコインから来た。あ中央ここでゲットしてんだな。だ中央ダブりましたね。はい、じゃあ2番目いきましょう。そう ZZ 来ないな。はい、これ3番目のアカウントで、これはそう火力がなくて7までしか行ってない。だから6までしか倒してないね。ただ5個、これもね CM で2回来たかな。はい、そんな感じですねで実質7個ですね。まあ正直ねサバカはおはじき以外いつもあんまやってないんだけど、太陽の間にねしょっちゅう行っちゃうんで、メインアカがねその時にまあ暇だから、暇な時はやってるって感じかな。ラストチャンスもねサバカやんの迷ってんだよな、残しときたいよね。レベルもね結局なんか今回、あっフキちゃんだ。あでもレベル、そうだメインアカのレベル上げ見せる必要もないか。結構レベル上げできてますね。ワイポイント溜まってないのはそういうところです。あれお祭りコインないな。あれ回しちゃった、あここにあった ZZ1 個ぐらい来てほしいな。うーんこれ前も言ったけどこの前だったらよかったなっていうね。しかもこれ出たんじゃないかな今回で、今回で出たやつ、あこれか、闇マロがこれか。コマミは多分この前の女の子コイン、あそうだよな、今回で出てんだよね。さっきの闇マロと文中といい中央かなんかな、もったいないな、なんか同じのが出ちゃっててそれぞれ分かれればいいのにって感じだけど、はい、まあ、私のお祭りコインは残念ながら Z ランクでした。2900万ダウンロードねおめでとうございます。次はね3000万ダウンロードまた達成するといいですね。すごいね、妖怪三国志は終わっちゃうけど何万ダウンロードだったんだろうな。こういうの妖怪三国志で多分見なかったからね。3000万ダウンロードはねさすがにちょっとキリがいいので、うんちょっといいコインをね次は期待したいと思います。そして最初にも言ったけど、ソロ多分次はラストチャンスなんだけど、ラストチャンスに来たらね多分太陽の2倍とかになっちゃうと思うんだよね。なので稼ぐとしたら今日しかないなっていうね。はい、なんでワイポイント稼げるのも今日までなのかなと個人的にはねちょろっと思ってます。最終3日は多分ね太陽のアップになっちゃうんじゃないかな。まあせめてね太陽の間あのね熱気の間クリアして戻ってしまったでもね全然いいので、はい、太陽の間に行くとね30分ロスになっちゃうんで、なんでね、うん、本当に稼げるのが今日しかないなっていう感じが個人的にはしてるので、うん、なんとか4500くらい稼ぎたいかな。でもレベル上げもねホロライブコラボの前にしたいっていうのもあるし、強い妖怪たちはねしたいっていうのもあるんだよね。なんでそう ZZZ ねレベルね上げたいんだよね本当はね。
技レベル上げた妖怪たちは、そう、レベル上げたいんだよね。あとこういう使うやつ、あやめとかね、あ、これもレベル上げたいなーっていう感じで、はい、悩みながらっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。そう、吹雪もな、プリッチを育てるかな、このホロライブのためには。なんか迷うとこだね。どうせ普通のやつのね、あの小特攻にしか多分なんないと思うんだけど、はい、準備しておきたいですね。はい、すいません、また会いましょう。さようなら。結構みんな強くていいキャラなんだよな。これもいいよね。